ようこそいらっしゃいましたカフェドアール。今日はですね、お家で簡単にできるカフェご飯の方を作っていきたいと思います。トラビアーそれでは早速調理の方に移っていきたいと思います。あボラペッティまず使うのはピーマン、パプリカ、パプリカなんつって歌っちゃっても大丈夫です。そしてこの間使うのはおナスね、おナスいやらしい形しております。あとオニオン、オニオン、アボカドちゃん、このアボカドけっ、アボカドちゃんちょっと若干ね悪くなってきてるんで、さっさと使っちゃいますしょ。じゃあ、手洗い。ヒューメイカ。うん。まず、じゃあ、玉ねぎ半分に切ってきて。あ、この玉ねぎも長くはないわね。もうちょっと。傷んでき始めてるわ。どうしましょう。みじん切りにしていきましょうね。こうしましょうか。オーアップンのあれは指ごと言っちゃうとこでした。まあ最悪指いっちゃっていいからね。指いっちゃっても別にあの絆創膏貼っとけば全然問題ないんで。はいはいはい。あ、なんだか昔の男を思い出して涙が出てきた。そうよ、もうあの男の思い出とともに切り刻んでやるの。ざまあ皆さん、私を捨ててもっともっといい女になってやるんだから。うんうん。よし、 OK。 いいわ。これでいいじゃん、上出来じゃん。こっちも細かく切っていきましょうか。ほらどうだ、この野郎、踏んづけてやるぞ。お前なんか、よいしょ。この野郎、よいしょ。どうだ、ぶち、あん、先っぽ、ぶち切れちゃった。どうしましょう、先っぽ、ぶち切れちゃったわよ。よし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 。もうちょっと、おナスちゃんはね、大きめに切ろうかしら。食感はある程度残さないとか、ナスかどうかもわからない、ナスかは天使みたいな感じになっちゃうかもしれないからね。あらやだ、なんていうこと言っちゃったの。あたしったら意味わかんないわ。よいしょ、どうだ、こんな可愛い形。どうしましょう、半分で切っていいのかしら。私こういうのあんまりやったことないからよくわからないんですけど、迷った結果こう。合ってるのかしら、よくわからないけど、まあいいわ。料理で一番大事なのは映えですから、味なんかより全然映えが大切ですから。パプリカとピーマンってなんか同じような形してて、大きさも全然違うし味も全然違う。本当に兄弟なのかしらこの二人。私の兄弟にもね、ジュエルドアールっていうお兄ちゃんがいるんですけど、皆さんご存知？いいわよ。こっからこうスプーンを入れて、ここの形が重要だね。こうしてこう、ほらキリン取れた。よいしょ、いいわ。いいよ、これで。油にしちゃいます。オリーブオイルでもいいけどね。風味楽しんじゃうか。脂質すいませんって言いながらね。私気づいた。この時点でもう野菜を作りすぎてるわ。絶対に。作り置きしとけばいいから。いいぞ、いいぞ。これ切れてないけど。
あの節切れちゃいました。やだ。オーライ。まぶしい。火を入れて硬化しちゃう。ここの飴が重要ですから。今すっごく迷ってるのをお気づき。見て、だいぶいい感じ。うん、いいわよ。あ、この髪がじゃずっと邪魔してる。いくぞ。この髪の毛を切っちゃう。この毛邪魔だから。あ、本当の私の髪やだ。わかった。私が入れるべきものは見えたわ。わかんないけどオイスターソースぶち込んでみる。よいしょ。あ、美味しそうな香りしてきたわね。じゃあここに作り置きしといたひき肉ちゃん入れてくわよ。あら、美味しそう。見てこれ、やばない？やばない、やばない。バジルソース、バジルソースぶち込んで。うえ、どうだ、見てみた。おーい。 OK。 どんな味かしら、食べてみましょう。うん、美味しいけど何かが足りないもんね。よかったよかった。わお、わお、これだわ。もうほんと何も捨てたいから入れちゃおう。何これ、くっついてんじゃない。やばくない？うんうん、バッチリ。あー、おいしい。やばい、ちょっと盛り付けるわね。でさ、なんていうの、こうしてさ、こうしてってさ、すっごく綺麗にさ見えんじゃない。ほら、どう？どう？これちょっとここも端っこ邪魔だけどね。これをラインドンが難しいわ。すっごい難しい。あ、やばい。どうする、食べる、ここにこう添える。いいじゃん、バラみたいになったじゃん。いいじゃん、ほら、いいね。この卵ライドンさせますよ。いいじゃん、もうこれでいいじゃん。このくぼみにこれ乗せない。あー、映えてる。どうする、これ。やだやだ、楽しい。できた、嬉しい。はい、というわけで出来上がりました。見てください、アンコールワットの夕闇です。早速いただきたいと思います。あら、やだ、美味しそう。これ崩しちゃうわね、見てて。あ、うわー、美味しそう。あ、なだれ落ちてる、ほら見て。あー、火山みたい、すっごい。いいわ、火山のとこ。せっかくだから食べる。
さん食べたいでしょ、あなたもほら見て、トレビアン、あうわうわ、何卵の甘み、甘いもんなんて一切入れてないわよ、なんでこんな甘いの。なんか冷蔵庫の中で眠ってたひき肉が野菜たちと合わせることで命が宿った。どんな感じ、どんな感じ、何これ幸せ、誰かに食べさせてあげた、あ優しい彼氏が欲しい。カフェドアル、すごく美味しいよ。君の作った手料理は世界で一番だ。でもこれじゃあこんなに美味しい料理を食べたとは、最高のドルチェが欲しくなるよな。ええじゃないな。楽しい。おいしい。大変おいしゅうございました。ボナペティ。この間も言いかけたんだけど、ボナペティって召し上がれって意味なのね。でここで言うのは絶対に間違ってる。あー美味しかった、最高。最強のご飯を食べた後は最強の男を探しに行かないとね。じゃあちょっと私はハンティングに行ってくるわ。皆さんもおうち時間でね、簡単にできるから、ぜひぜひやってみてください。今日作った料理は、アンコールワットの昼下がりでした。合ってます？最初なんて言ってました？あ、なんだったっけ？アンコールワットのゆうやみです。合ってる方使ってください、わからないけど。というわけで以上、カフェドアールでした。よかったら作ってみてね。チャンネル登録の方もしっかりやらやらったな。じゃあ皆さんまた会う日までごきげんよう。お後がほら、ここの味付けで何をつけるかが決まるんです。何の音かしら、あ、やだ、 IH クッキングの音でした。後ろ振り向いた私の後ろにいい男がいないかななんて思って。やった。